おいチャンピオン、かっこつけてんじゃねえよいつまでもよ。今日どうした？橋本すごかったね。お前戦場のチャンピオンやってんだったらやるべきことあんだろうが。戦場には橋本千尋、ダッシュ千佐子もいるんだよ。お前何格好つけてんだよ。チャンピオンとしてダッシュ千佐子に喧嘩売るのせんだよおめえ。おら、なんか言うことねえのお前。岩田さん、岩田さん、ちさこさん、いや、ちさこ先輩出てきてもらってありがとうございます。鼓舞してくれて、岩田のケツ叩いてくれてありがとうございます。昔からあなたのそういう押し付けがましくて決めつけるところ大嫌いなんだよ。そういうダッシュちさこが私の先輩だったからこそここまでカッコつくようになりました。ありがとうございます。そういうところがカッコつけてるって言ってんだよ。気概だったらさっさとかかってこいよ。俺ダメ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 しに来たからよ。2月の12長岡でやってやるよ。ビューティに飲み込んでやるからな、覚えてて。それで戦ってやるよ。2月12日長岡、全力でかかってこいよ。と思う気持ちの強さ、皆さんどれくらいか分かりますか？分からなくて結構です。私が生きてきたこの戦場での生活を、戦いを、あいつ、ダッシュしたのに全力でぶつけてやりますから。誰が何と言おうか